時計メガネ、アクセサリー、リコードでございます。今回は、ネックレスの、あのー、クラスプですね、あのー、金具の修理っていうか、あのー、付け根がちょっと腐食しまして、それをですね、今回、あのー、新しく作り替えて、あのー、ま、修理の途中なんですが、まあ、そのことをちょっとご説明していといます。ちょっとお客様のね、こう、気に入ったネックレスで、あのー、なんとか直してほしいということで、あのー、これ、金とはね、プラチナじゃないんですけどね、 もともとね、こちらがこの材質。この材質は、あの、真鍮に多分、あの、メッキかけたものだと思うんですよね。ちょっとこう腐食がしてましてですね。それでこう、なんかポロっとこう折れたような感じなんですね。まあ、今回ちょっと、あの、今途中なんですが、あの、こういう、あの、ステンレスで、ちょっと今、採掘しまして、この、ですね、引き輪もちょっと、一回りちょっと大きいぐらいの引き輪。 ややりやすいってことこで、まあ、あとはちょっとね、あのなす調整するチェーンマーとかでつけますけど、まあ、こういう修理もね、あのー、対応しておりますので、まあ、この、この部分はあのレザーなんですね、革の紐でございます。まあ、いずれにしますてもね、こういう修理も、あの,あのね、万が一、こう、壊れたとか、そういう場合ちょっと、あのー、お持ちいただければと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。